琴都団八和田宮大祭とは、香川県関音寺市の琴都団八和田宮の周期大祭で、九代の長者が、その優層差を競う。太鼓代奉納は、江戸時代からの伝統があり、現代でも細かい規則に則っ,って運営されている。祭礼地、香川県関音寺市八万町一の一金団、八和田宮中央堂琴都団八和田宮に奉納する九代の太鼓代は、周辺地域に比べて、 かなりの大型で、俗に三トン級と呼ばれている。また、夜間の電飾がとても派手であることでも有名である。現地では、観音寺祭り、観音寺調査祭りと呼ばれることも多い。琴都団やわたぐう大祭としての祭礼行事が多数、取り行われる。おちごさん、または、ちご行列と呼ばれる行事が行われる。古団やわたぐうの成り立ちにまつわる神話に基づき、地域の子供たちや、 祭礼関係者などが、船を山頂の本殿まで引き上げるなら足がある。落ち子山行列及び、御しが、こと段山六の縦横道内を通過する際は、調査の書き比べが一時中断される。お御しには、再典箱がついており客は、直接入れようとするが人手が、とても多いので遠くから投げ入れることが、恒例になっている。マイホーノー 里かぐらなどことだんやわたぐるの鳥居の前を流れる、八幡川に恋を放流する。ありがとうございます。